明日これは絶対懲戒の問題に出ます。日本語能力試験懲戒では、男の人と女の人があそこに立っています。これからあの二人は何をしますか？1鉛筆を売ります。2鉛筆を貸します。3鉛筆を配ります。4鉛筆を捨てます。はぁ、どうや。あ、だよ。あれ、コムチラムネオブヤ。おーい、こっちこっち。どうや。あ、だよ。ちょっと、コムチ、何なんじゃ。こっちこっち。あ、こんにちは。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、もう一本いいですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、頑張って。みなさん、こんにちは。はい、みなさん、明日私たちは試験会場にいます。ハノイ大学とハノイ国家大学にいます。試験会場でお会いしましょう。みんな鉛筆もらってね。はい、もらってね。試験もらってね。頑張れ。